出てくる？出てくる？ああ、一緒におれるようになったな。ここ。あ、ちょっとざわざして、うん。向かって左側。いいね、はい。こう、うって。あくんが邪魔したらあかんやないの。ちょっとざわ出して。あくんが焼き餅焼いてる。そう、鳥さんに焼き餅焼く。この腰一歩やられた子よね。ね、違ったけど、どっちかな、短いからちょっともう分からんようになったんですよ、あんまりね。あっちだって長いもん、羽がほら。あ、いや、こっちちゃうから、こっちが噛まれ、噛まれた方、こっちが狐に噛まれた方かもしれへん。噛まれた方、うん、なんかすごい、この子はじゃあここここここ、はい、触らせて、うつついたりせえへんから大丈夫ですよ、うん、まだいっぱいじゃないね、ふわんふわんしてきたら、大きなったな、ちょっと、こんなんやったのに。大きなった。あ、でもこれ足はモーター変わるんでしょ。うん、また大きなにしますけどね。どのくらいになるの。結構太いんだね、足。うん、まあ、今パチッとロックしてないんでね。ただ輪っかにこうはめてはるだけ、うん。今はめてはるだけやから取れるかもしれへんねんけど。うん、そうだね。大きなったら。来たなんかもらえると思って、ね、1.5 2センチ近くあるね。そうやね。どこ行くねお前。どこ行くね。やってください。あ、はい。下坂も随分。なんか欲しいやろ、はい、行きなさい。下へもね、小さくちぎって投げてやってください。あ、見つけた。あら、あら、あら。あら、パッと食べた？なんかどっか行ってよ、この辺。結構これいい匂いしますね、うん、もちろん食べても大丈夫ですよ。あった、あ、じゃあこれ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 やって開けてあるから、あ、ありがとうございます。ここここちゃん、はい、食べよ、食べよ、食べよ、はい、僕もね、はい、はい、僕もね、はい、これ、あのちっちゃい子のどこ行った、あそこで遊んではんねん、はい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 、ここちゃん、はい、はい、あくちゃんもね、はい、あ、綺麗に食べるようになりましたね。うん、食べます、食べます。うん、痛くない。はい。はい。終わり。ほら。今続いた？うん。怒っちゃダメですよ。ほら。はい。はい。はい、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 あ。あなたたちも、はい、はい、はい。ほら、ほら、トイレ。シソの葉食べてますよ。シソの葉っぱね、大好きですよ。ねえ、よく食べてるわ。うん、あの匂いがいいのかな。うん、なんか味が濃いやつが好きみたいですね。ほら、はい、ぶっちゃ。あ、ほら、なんか鶏さんたち馴染んできましたね。ねえ、一緒にいてるようになったでしょ。すごいなと思って。ほら、
まあ、どない入れてもこうはなるんですけど、大怪我してからなったらかわいそうですからね。正解でしたね、あのじいちゃんって言ったら、大怪我してから仲良くなっても、はい、おしまい、まあ、かわいそうなんでね。結局怪我せずにお互いなんとかなってますからね。あんたたち上手よね、汗でちょんちょんとして。もうおしまい、ごめんね。あ、どうぞ。もうないね、ごめんね。お水は？お水のとこ行こう。お水飲んどいで。どれぐらい冷たいかなと思って。これよく考えてますよね、これも。おじいちゃん考えたんですか。これはじいちゃんが考えましたね。すごいな。お父さん何でも考えられるから。あ、それ出てない。ちょっと待ってね。あ、出てますよ。大丈夫。これ冷たい。結構冷たいでしょ。そう、でも気持ちいい。ぬるぬるしてる。ごちん言うたな、ハクちゃん、ごめんよ。はいはい、飲むの？はいはい、ここで飲んで。忙しいね。でも、あんまりね、ほんとしないね、でも。うん。結構、ひな鳥であって。今はね、数また増えたんですけどね。ね、増えたのに。うんこちゃん、今見たら結構してるけど。あ、よかった、どうぞ。はい、ありがとう。いいえ。ぬるぬるしてる。これ結構油がつくのかな、ソーセージね。してるいうことは、うん、魚肉ソーセージの油がね、油ですよね、うん、この上に登ってなんか修理してはったじゃないですか、うん、怖くなかったですか。いや、まあこれぐらいはね、別にどうもないですよ。事務所のあれだって作ったやし、事務所の横の作業場も作りましたからね、うん、なんか免許とか、なんかこうやったら、いや、なんか自分の作るのに別に免許いらないですからね、うん、なんかこうやったら崩れへんとかって多分あると思うんやけど、そんなのも独学ですか。うん、素人が作る、だからね、オーバークオリティになってやりすぎちゃうんですよ。丈夫になりすぎるんですよ。そんなのもうずっと持ちますね。だから潰すとき大変なんですよ、基礎なんかでもね。プロは最小限で一番効率のいい方法知ってますから、コーンと潰すとこだけパーンと潰したら簡単に崩れるんですけども、素人がそれやるとなかなか怖いんで、どうしてもオーバークオリティになって潰すの大変なんです、素人が作ったのは。全然臭くないですね。臭くないでしょ。いや、すごい、藁の力ってすごい、うん、結構ね、ひなちゃんのうんこちゃんがいっぱいあるのに、ね、これみんなひなの毛ですか。何の毛が抜けてます。これはひなの毛じゃないと思う。親、おやちゃん、おばちゃんたち、バサマや、バサマや、バサマ、ね、バサマのあれ、うん、バサマの毛や思いますけどね。いや、でもあんな短いおふげみたいなもん抜けんの。抜けますよ、中にいっぱいあるからね。あ、うん、まあ、夜中のうちにお仕置きされてんのかもしれへんけど。僕の見てへん時に。いや、でもああいうこと馴染んだなと思って、なんとなくね、ちょっとですね、きっとね、かくちゃん、口から草出てますよ。なんか草食べとった。草食べてますよ、お前。あんたたちがよく面倒見たからやで。おやおや。あるかあるか。ブスなんか本当背中とか頭に乗られてたもんね。可愛かったけど。うん。ほんま、なんか僕はパパになれるよ、うん、いいパパ。いや、ハクちゃんママ。はい。キツネって結構。やっぱり頻繁にやっぱり出てるのも出てるんですか。出てますね。昨日も帰るとき僕、車でね、映ってましたしね。尻尾でかいからすぐ分かる。私はね、ママの見たの初めてやって。あ、この間来られたとき確かそこにいてましたよね、キツネ。びっくりした。いてましたよね、キツネね。キツネ、キツネって。関さんが止めてはる車の額口あるでしょ。あそこにおったんよ。ほんで、いつの間にかまたこっち来てましたもんね。うん、歩いて。近くまで来るよな。そうそう、この間来た時に見ましたよね、キツネね、うん、見ました。主人と、え、キツネやー言って。いや、なんかあんたたち今日もキレキレしてもらいや、いっぱいねついてるから。
結構散歩してはりますよ。あ、あれは大人か。馬様の方だな。